いや、マジでね、絶好調らしいっすよ、プレイステーション5というわけで。そうですよね、なんかちょっとやっぱもう PS5 というものに対しての熱とか、まあそういうものがなんか世間的になくなってきてるんじゃないかな、みたいな。まあなんかそんな風な話も上がっていたりもするし、なんならその新作ゲームっていうところで見ても PS5 ちょっと最近というか、まあビッグタイトルが発売しきってしまって落ち着いてる時期みたいな、感じになってるのが、まあ、今のタイミングかなと思うんですが、いや、これマジでね、めちゃくちゃ絶好調らしいですという話を、今回していくんですけども、まあ、主に2点ですね。まあ、そんな PS5 というか、ソニーのゲーム&ネットワークサービス分野が、もうめちゃくちゃ絶好調ですよっていう、まあ、そんな話と、あとは、直近でステートオブプレイがあったんで、そこら辺の話も交えて、ちょっとさらーっとやっていきたいなというふうに思います。はい、というわけで、まあ、早速なんですけども、そんなゲーム&ネットワークサービス分野がもう利益爆増してますよという話を、ちょっと軽くしていきます。PS5 世代はですね、プレイステーション史上最大級の収益っていうふうに、ソニー自ら報告したんですよ。まあ本当にプレイステーションの歴史っていうのも振り返るとかなり長いのかなと思うんですが、まあそんな歴史の中で最大の利益を今上げているという、そんな状況になってるそうです。まあ、PS4 世代っていうところがめちゃくちゃ利益は高かったみたいなんですけども、そこに対して PS5 がもう上回ってきたそうです。で、今後に関しては DLC で売り上げを特に伸ばしていったり、そういった感じでどんどんね、これからも収益を上げていきますよというふうに言ってるんですが、まあその具体的な数字っていうところも今回発表があって、まあ、PS4 世代すごい利益が上がっていたよっていうふうに言っていた、その2013年から2019年の7年間、ここでですね、まあ、90億ドル、約1兆4000億円ぐらい売り上げたんですね。営業利益なんで、本当に利益として入ってきたっていう感じ。で、今回のこの PS5 世代、2020年度から2023年度のこの4年間で、もうすでに100億ドル営業利益を上げているそうです。まあ、要するに PS4 で7年間かけて出した営業利益っていうところを PS5 の4年間で上回ったっていう感じになるんで、まあ、さぞかし、潤ってるんじゃないかなというふうに思うんですよね。なんかまあ、傍から見ると、そこまでなんか、振るってるようには思わないし、スイッチとか他の機種の方が強いんじゃないかなっていうふうにも思うんですけども、まあどうなんですかね。本当にこう、利益率が高いのか、その分他のサードの会社が苦しんでるのかとか、ちょっとわからないんですけども、まあとにかくソニーっていうところではかなり、売り上げを上げているという、そういう状況となっているそうです。はい、ってな感じでですね、まあそんなソニーから、5月31日の朝にですね、まあステートオブプレイっていうソニーダイレクトとか、まあ、言いますけども、新作の発表とかがもろもろありました。そんな話をまとめていきたいと思います。はい、まずはですね、まあ、一番これが驚いたというか、まあ、驚きはしてないんですけども、まあ、やっぱりなというか、感じてきたのが、ラグナロク、ゴッド・オブ・ラグナロクが9月19日に PC 版で発売するっていう話なんですよ。本当にソニーが PS5 独占で出してきた今までのゲームっていうところを、しっかりこの PC 側に移植して発売するっていうことを本格的にやってくるなと、いう感じですよね。しかもまあ、ラグナロクなんてかなり発売して間もないというか、まあそんな前のタイトルではないんですけども、まあそれがね、こうやっていち早く PC に来るっていうのも、まあ、ちょっと驚きというか、どんどん性の移植へのサイクルっていうのが早くなってるなというふうに思いました。まあ、直近で発売していたゴースト・オブ・ツシマの、PC 版に関してもね、めちゃくちゃ評価高いんで、まあ、やっぱりそこに、ソニー的には味を占めてるのかなというふうにも思いましたし、まあ、いいゲームがいろんなプラットフォームで遊べるっていうのは、まあ、それは本当にいいことかなというふうに思いますよね。まあ、できればなんですけども、やっぱ PC でね、ゲームを遊びたいなと思っている派の人間なんですよ、僕は。なんで、まあ、ローンチと同時にね、PC でも発売してくんないかなとか思うんですけども、まあ、さすがにそこまではいかないか。はい、次に、まあ、PSVR2 のね、話がいろいろ上がっていました。僕、過去にね、これだけのかなりのこの PSVR2 批判をしてきたわけなんですが、まあ、ようやくちょっといい感じのゲームが出てきたのかなというふうに思っています。まずはね、エイリアンの PSVR のゲームが出るみたいなんですよ。
これは結構楽しみだなと思いますね。僕も結構やっぱ好きだし、あとはそのゲームとしてのエイリアンシリーズも結構あのもろもろ面白いゲームが多かったと思っているので、あのこれはちょっとやりたいなというふうに思います。まあこのぐらい大きな IP でかつ PSVR2 のゲームっていうのは過去振り返ってもそんな多いわけではなかったんで、まあ、せっかくなんでこれくらいはさすがにやっときたいなというふうには思いますよね。まあやっぱりあの PSVR とホラーゲームっていうところはかなり相性いいのかなというふうに思ってるんで、ここら辺楽しみにしたいなと思うのと、あとはなんか巨大な魔物と戦う VR のファンタジーアクションみたいなやつが発売します。スカイダンスベヒモスっていうゲームなんですけども、まあどうなんですかね、まあどのぐらい気合い入れて作られてるのかちょっとわからなかったんですけども、まあアクションゲームで、まあ結構大型の敵と戦っていくみたいなところで面白さだったり臨場感はありそうだなというふうに思いました。まあ直近で全然その PSVR2 の情報っていうのがなかったんで、まあ今回上がってきて嬉しいなというふうに思いましたね。でさらに PSVR2 でめちゃくちゃ大きい情報が1点あって、 PSVR2 を PC につなげて PC で遊べるようになりますよっていうアダプターを2000円で販売するそうです。まあ PSVR2 自体が結構売り上げが振るっていなくて、で PS5 でしか使えないっていうところがすごいボトルネックになっていたんですけども、それがそのアダプターをかませることによって PC でも使えるようになりますよっていう、まあそんなアイテムが、2000円で発売するそうなんで、まあこれは結構 PSVR2 持ってるかつ PC で遊ぶ人っていうのは、まあ買っていいんじゃないかなというふうに思いますよね。ソニーとしては結構苦肉の策だったのかなと思うんですが、まああまりにもやっぱりこの PSVR2 の売れ行きだったりね、ゲームっていうところも盛り上がらない中で、まあこうするしかなかったのかなというふうには思いますよね。はい、あとはまあもろもろね、結構いろんなゲームの映像っていうところが公開になっていました。まずはマーベルライバルズとかね、7月にクローズドベータがあるそうです。あのこれに関してはまあ見てもらえたら分かる通りめちゃくちゃオーバーウォッチなんですよ。あのめちゃくちゃオーバーウォッチ感出しつつもキャラクターがマーベルっていう、そんなゲームで、僕結構あのマーベルシリーズ好きというか、まあほぼほぼ前作映画とかは見てるのかなと思ってるんですけども、まあそんな感じで結構マーベルファンは楽しめるゲームなるんじゃないかなというふうに思います。まあある意味やっぱオーバーウォッチのフォーマットって割と出来上がってるんですよ。出来上がってるんで、まあ、その側がねあのマーベルになっても、まあ、一定の面白さはちゃんとあるのかなと思うんで、あのここら辺結構楽しみにしたいなというふうに思います。あとはねちょっとね新作で全然ね突拍子もなく出てきたゲームなんですけども、 Where Wind Meet っていうゲーム、10世紀の中国を舞台にしたアクション RPG らしいんですけども、クオリティ高そうで、これも面白そうだなというふうに思いました。まあちょっとそのソウルライクなのか普通のアクションゲームなのかわかんないんですけども、まあそうですね、まあ個人的にこんな風にあってほしいなと思ったのが、まあ直近で言うとステラブレードみたいなちょっと緩いソウルライクというかね、もちろんこう死にゲー的な部分はあるんですけども、まあ死んでもそこまで罰則はないよみたいな感じのゲーム性、まあなんかそういうゲームすごいこの間やっていて気持ちよかったというか、まあ気が楽だったんで、まあそういう塩梅で新作出てきてほしいなというふうには思いますよね。まあ逆にでもどうなんですかね、最近ソウルライク系のゲームで振るってるゲームっていうのがあんまないのかなと、直近ではないのかなと思うんで、まあエルデンリングの DLC とか、まあそこら辺がやっぱり直近だと注目度は高いのかな。まあでもそんな感じでこのねシビアなアクションゲームというかアクション RPG みたいなところはまあ一定の人気はあるんで、これもちょっと注目していきたいなというふうに思います。はい、次、サイレントヒル2リメイクの発売日が決定しました。まあ、10月8日という感じで、もうすぐなんですよね。まあ、ずーっとこのサイレントヒルシリーズ、まあ、眠っていたというか、全然新作がなくて、まあ、シリーズとして結構終わってしまったというか、IP として弱くなってしまっていたっていうところが、すごいあると思うんですけども、これが、まあ、10月8日に復活するっていうことで、僕もかなり楽しみですね。まあ本当に一時期のそのホラーゲームブームですよ。バイオハザードとかクロックタワーとか、まあ、ああいうゲームも筆頭にしたやっぱホラーゲームブームを支えた、まあ、このサイレントヒル2もすごい支えていたと思うんで、ちょっと楽しみにしたいなっていうところと、やっぱ映像を見ていても
怖いっすね。まあ、怖いし、やっぱすごいパワーアップしてんなというふうには思いましたよね。まあ、結構有名なキャラクター。バブルヘッドとか結構いろいろいますけども、でもね、僕振り返ってもそんなこのサイレントヒル2に関しては覚えてないんで、まあ新鮮な気持ちでやれるのかなというふうに思っております。さあ、そしてまあステートオブプレイの中では最後なんですけども、モンハンワイルズの新情報がありました。こうね、こう荒れてるというか、まあもちろんね、肯定の声もあるんですけども、まあ批判の声もあるみたいな、まあファンがやっぱり多いからね、いろんな声は上がってくるのかなと思うんですが、まずは全体を通してやっぱ楽しそうっすよね。まあこのモンハンの新作っていうところのワクワク感っていうのはさ、もう何にも変えられないこの喜びというか、そういうところがあるのかなと思っていて、今回も新しい敵だったり新しいフィールドで戦う様子が今回公開されています。まあ、結構特徴的だったのが、2つ目の武器を格納する武器カバンみたいなやつがね、あの追加になってるんですよ。なんでまあクエスト中にサブウェポンを使うみたいな、まあそういう感じで立ち回っていくこともできるのかなと思うと、まあ遊びの幅一気に広がりますよね。まあ、どんな感じで切り替えていくのかっていうのはまだわかんないんですけども、例えばそれが戦闘中に流動的に武器を交換することができるのであれば、なんかその自分が太刀を装備していて体験に変えた時のコンボ技みたいなとか、まあそういうちょっと夢が広がったりもするんで、ここに関してはちょっと続報を待ちたいなというふうに思います。で、全体のその映像に関してはめちゃくちゃあのフォトリアル化が進んでいて、まあ綺麗だなと思う反面、まあ、ネット上では結構そのポリコレ配慮の顔なんじゃないかとか、まあすごい言われていて、まあどうなんですかね、このリアル調を突き詰めていくとこうなってしまうのか、そのポリコレ的なところの配慮でなぜかこうなってしまうのか、まあちょっとわかんないし何とも言えないんですけども、まあまあまあネット上ではやっぱりこのキャラクターの見た目に対する批判みたいのは一定数出てるなというところですよね。あと今回セーブデータの引き継ぎ要素があるそうです。で、ちょっとびっくりしたのが、あのモンハンワールドとモンハンワールドアイスボーンのこの2本の引き継ぎができるらしいんですよ、セーブデータのね。だからまあセーブデータが遊ぶデバイスの中に入っていれば引き継ぎ特典みたいのがもらえるみたいな感じだよね。なんでアイスボーンなのみたいな、とこなんですよね。まあ一応そのモンハンワイルズがワールドとアイスボーン系譜みたいなところもあるみたいなんですけども、そこはなんかこのライズもなんとか引き継ぎに入れてあげれなかったのかなとちょっと思ってしまいましたね。まあ、順番的に言うとライズの方が新しいんで、なんでそっちは省かれてしまうんでちょっと思ってしまったんですけど、まあそんなところかな。あとね、あの三国無双シリーズが復活しますね。まあこれも結構僕楽しみだったんですけど、まあやっぱ三国無双シリーズって僕 1,2,3 まではめちゃくちゃ好きで超やったんですけど、まあそっから結構シリーズずっと離れていて、まあ久々にこうやりたいなと思っていたし、まあ振り返ると結構思い出補正もあるんですけど、面白いゲームだったなというふうに思うんで、まあ久々にこの現代クオリティで遊べる三国無双っていうのは、まあどんな感じになってるのかっていうのはマジで気になりますよね。はい、というわけでまあ他にもね、もろもろ情報はあったんですが、僕が気になっていたところに関しては以上となります。はい、まあそうですね、これから結構やる踏ん張りどころの時期というか、まあ直近で言うとあんまりその対策のゲームっていうところが、まあ、2024年中にあんまないよっていう風にも見て取れるので、まあまあまあここからどんな情報が出てきてどう盛り上がっていくのかっていうところに関しては、まあちょっと見どころなのかなと思います。気づけばもうね、まあ、2024年も前半が終わって後半に入ってるんですよ。こないだ明けましておめでとうしたんですけどね。まあそんな2024年後半のゲームを盛り上げるのは一体何なのかっていうところはね、ちょっと引き続き注目していきたいと思います。まあどうやら SIE 的には毎年主力のシングルプレイ作品を年末に1本以上発売しますよっていう風に言ってるんですよね。まあなので2024年はどうなるのか、そしてまあ2025年はどうなるのか、引き続き着目していきたいと思います。はい、てな感じでぜひね、皆さんの今回のこのステートオブプレイの、まあ反応だったり、あとはこのね PS5 の売り上げがすごいですよっていう話だったり、そこら辺の感想をぜひあのコメントでお待ちしてるんでよろしくお願いしますという感じで今回これで終わります。この動画良かったよ、なんか知んないけど最後まで見ちゃいましたよっていうそこのあなた、やたまたまおすすめは検索から来たそこのあなた、そんな中でまだチャンネル登録やグッドボタン押してませんよという方いらっしゃると思います。ぜひ押してから帰っていってくれると嬉しいね、よろしくお願いしますという感じで、最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。ではまた。